おおはははようございいますすすここんんんにちはこんばんはおやすみなさいトッキングです、えー、今日はですね2023年保育の心理学問いならですねピアジェとブルーナの、えー、お話をさせてもらいましたピアジェもよく出てくるしブルーナもよく出てくる、えー、人ですぜひ押さえていきましょうではどうぞ 2023年後期保育の心理学問いなら次の A から C の記述に該当する語句の最も適切な組み合わせを一つ選びなさい A、ワンワンという言葉を聞いて目の前に犬がいなくても頭の中に犬をイメージできる B、子供が性得的に持つ能力を引き出すように環境からの刺激を養育者が調整することによって子供は言葉を獲得すると考えた C、 知り取りができるためには、記された言葉から正しく語尾音を抽出する能力と、定められた音を語等音として持つ単語を心的辞書から検索する能力が必要である。はい、これ3番ですね。象徴機能ブルーナー音認認識が正解です。今回のポイントは、ピアジェの象徴機能とブルーナーの言語獲得支援システムについて理解していることが重要かなと思います。 おいこの心理学はもうピアジェは本当によく宿題されますので、ぜひ押さえていきましょう。さあ、やっていきます。<music> はい、おなじみのジャン・ピアジェですね。スイス出身の心理学者で、発達心理学に大きく影響を与えた人ですね。 遊んでいる子供を観察して発言を記録したり遊びの様子とかを記録することで子供の言葉とか思考の特徴を考察して発達の過程を考えていった人です。認知発達理論と呼ばれます。認知発達理論以外にも道徳発達論など様々な理論を発表していきました。要は子供がどのように変化して成長していくかっていうのを4段階ですね。段階的にまとめた人です。 認知発達理論の説明ですが0から12歳の子供の認知力ですね考える力とか覚える力とか話す力とかの成長の順番は個人差はあったとしても普遍的ですよって考えてます要は人の考え方は一方向でみんなスピードは違うけど一緒ですよっていう形ですその認知力の成長には大きく4段階に分けられるよって言ったのが認知発達理論です 0から2歳頃の感覚運動期や、2から7歳の前奏先、7から11歳頃の具体的奏先、で、11歳以降の形式的奏先という4段階に分けました。今回は前奏先のお話になるので、ここを中心に説明していきます。 前走先の説明です。2歳から7歳頃ですね、幼稚園とか保育園の最初の頃から幼稚園卒業するぐらいまでですね、小学生に上がるぐらいまでの時期を前走先というんですが、この頃は、あの、象徴機能が発達して行動にどん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 現れる時期だと言われておりまして、 象徴機能ってなんやねんってとこなんですけど、現実にそのワンちゃんとかがいなかったとしても、頭の中でイメージができるようになってくるよっていうことですね。その他にも操作っていうこともできるようになってきて、イメージしたワンちゃんとかのことを頭の中で動かすことができるっていう形で、現実になくても頭の中でいろんな操作ができるようになってくるよって言われてる時期です。 この言語の獲得にもすごく大事になってくるんですが、心の中で活動を行っていることが、外に出ていって、言葉として出てくるよ、みたいな風に言ってます、ピアジェさんは。 言語機能以外にも運動機能も一緒に発達が凄まじくて物事を自分のイメージを使って区別して認識できるようになってくるので体を使ってイメージもしてみたいな形でこうごっこ遊びとか真似みたいなことがどん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 できるようになってくる時期です。 その言語の獲得にちなんでくるんですけど、言葉の音韻の分解とか抽出っていうのができるようになってくる時期でもあります。この右の部の救急車なんですけど、ひとまとまりで救急車って覚えてるところが分解していけるわけですね。救急車がキーと U とウーとキーと U とウーと C みたいな感じで、それぞれの音から構成しているっていうのがだんだん分かってくるのと、 収縮っていうのがその分解した音から2番目は言うですよとかそれぞれの単語を抜き出して考えることができるようになるということです。つまり音の一つ一つを認識することができるので言葉の基礎ができてきてしりとりができてくるよっていうことです。つまりしりとりも可能になるということで。その他にも前奏先の特徴がありましてまず自己中心性なんですけど 自己中だとかいう、決してわがまんまとかそういう話ではなくて、今の現実の世界ですね、を自分の視点からしかまだ見ることができない時期ですね。相手の立場に立って想像したりとか、相手の目線とかで、 まだ物事を見ることができないっていう時期です。なので自分が楽しいって思うことは相手ももちろん楽しいだろうって思ってるし、自分に見えないものは相手にも見えてないみたいな、そんな考え方ですね。で、保存性の未発達なんですけど、目立つ部分に目が行くとか意識が向いてしまうので、同じ量のジュースを目の前でこいだとしても、見た目で多い方が量が多いって判断する時期になります。 例えば、この小さい子が同じ量をこう目の前で注いだとしても、2番の方が背が高いので、2の方が多いって見た目で判断してしまう時期ですよっていうことです、ね。その他にも実年論、ジップネンアニミズム、人工論っていうのがありまして、例えば、サンタクロースの存在を心から、まあ、まだ大人になっても信じてる人もいてますけど、想像と現実を混同する考え方ですね。ジップネンとかリアリズムっていう言い方をします。 で、山は誰かが土と木を持ってきたものとか、自然物を人間が全て作ったものだって思い込んでる人工論であったりとか、あらゆるものは命を宿していて、人間のように考えたり感じたりすると思い込んでるアニミズムっていう考え方が特徴的です。例えば、太陽に命があったり、動くものに命があったりとか、動物や植物に命があるよみたいな考え方ですね。 自分のイメージと現実っていうのに、まだはっきりとした境がなくて、混同するために起こるっていうふうに言われています。次、ブルーナーについて説明します。 よく教育原理とか保育の心理学にもよく出てくるような方なんですけど、アメリカの心理学者であり教育学者でもあります。学習とか言語習得などの幅広い研究を通じて社会や文化との総合交渉を重んじた発達教育理論みたいなのを展開していった人です。 有名なあの学習者が自ら意味を構築するというか、自ら発見していって学んでいく発見学習とか、言語を習得するために、環境と自分とっていう相互交渉の重要性ですね。言語獲得支援システムっていうのを強調している方です。教育原理とかにもよく出るので、ぜひ覚えてください。その言語獲得支援システムって何やねんっていう話なんですけど、 言語獲得支援システムっていう発想は言語の獲得において言語を獲得するのを促進していくにはいろんな外からの要因が存在しますよっていう考え方のことですね。ざっくり言いますと言葉を獲得していくには大人とかの関わりですね。大人とか YouTube とかテレビとかですね。もう外の環境の要因によってどん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 刺激され獲得されていくんだよって言った人です。 それとは反対にですね、人は生まれた時、生まれた瞬間から言葉を獲得する装置を持っていて、これを言語獲得装置って呼ぶんですよと、内側から言語を獲得していくんですよっていうような考え方の人もいて、この人はチョムスキーって言うんですけど、だからちょっと外から言語を獲得していくのか、自分の内側から獲得していくのかっていうような論争があったりします。一緒に覚えちゃいましょう。 以上で問題解いていきましょう。A、ワンワンという言葉を聞いて、目の前に犬がいなくても、頭の中に犬をイメージして、象徴させてですね、心の中で動かしていく、操作していくっていう時期ですね、前奏先は。なのでこれは、象徴機能の説明です。B、子供が生まれつき能力を引き出すように、環境からの刺激、YouTube とか大人とかの刺激によって、 で、子供は言葉を獲得していくよっていうふうな考え方は、ブルーナーの言語獲得支援システムの説明ですね。逆に内側からはチョムスキーの言語獲得装置の説明です。し、知り取りができるには示された言葉から正しく語尾音を抽出していく能力とか、検索する能力が必要ということで、これは音韻抽出の説明になります。 なので3番の「象徴機能ブルーナー」「音韻意識」が正解でした皆さん今日もお疲れ様でしたまた他の動画で会いましょうではバイバイ